メイジーの我が半世紀、第120巻の、1。韓国、三大王朝を訪ねて、第1編の、始まりです。はじめに。去年の海外旅行は、中国東北部と、韓国旅行を予定しましたが、中国、韓国とも領土問題で、政情不安。1年間を休みして、国内の神社、仏閣巡りをしましたか、何か物足りない1年でした。暖かくなって、海外旅行病がうずき出しました。ただ、気にかかる北朝鮮問題ですが、5月14日、内閣官房参与が訪朝し、拉致問題で、関係修復の兆しが、出てきたようです。5月20から24日に、韓国の三大王朝と三大都市を巡る旅を予定通り決行しました。大韓民国、通称韓国は東アジアにある朝鮮半島南部を主な領土とし、その周囲の島嶼を支配地としている国。憲法上は朝鮮半島全土を領土としている。首都はソウル特別市。冷戦下で誕生した分断国家の一つです。韓国の通貨はウォンです。2013年5月20日、出発日現在、1ウォンは 0.0966 円で、両替。1000ウォンは約100円です。羽田空港より大韓航空で、金浦空港へ。約2時間のフライトで、ソウル、金浦空港に到着です。金浦空港から漢江に沿って、バスで約1時間かけ、ファソンに向かいます。ファソンはキョンギド、スウォン市にある、リース朝鮮時代の城塞遺跡です。華城、ファソン建築は、1794年から1796年まで、2年を超える月日と、37万人の労力が投入された。ファソンは労論派を排除し、実学を重視した清楚の理想都市であり、一時はファソンへの遷都も検討されたが、ファソン完成直後に清楚が死亡したため、遷都は見送られた。18世紀末に、リース朝鮮第22代国王、清楚が、労論派の陰謀により、悲鳴に倒れた父の墓を、ヤンジュから、スウォンの乾隆園に移し、その周囲に城壁や塔、楼閣や城門を築いて、防護を固めた。当時の朝鮮の、城塞建設技術の粋を集め、そこに、西洋の技術をも合わせたのが、設計を、行った朝鮮後期の、実学者、ジョン・ヤギョンの功績でした。朝鮮戦争の際に一部が破損するが、1975年から5年間をかけて華城条約劇という随記記録をもとに修復、復元工事が行われた現在、城郭内部は市街地化している。築城時に48あった建物のうち、41箇所が復元されています。韓国時代劇、遺産で有名になりました。城壁には、矢を射る窓や、熱湯を流す窓があります。快晴なのに、もやがかかったように遠くが、霞んでいます。お隣の中国から、飛んできた黄砂や、スモッグの影響か、
城門の天井には鮮やかな龍の壁画が描かれています。世界遺産、ファソンは終了です。次は今夜の宿、スワンボ温泉に向かいます。スワンボ温泉街です。今夜の夕食は純豆腐定食です。エステセンター、大きなサウナセンターです。1日目の宿はスワンボ乗船観光ホテルです。2日目、朝の散歩、今日も上天気です。民宿風の建物やお土産屋さんが点在します。コンジュ、プヨへバスで2時間のドライブです。街路樹などには草状の真っ白の細長い小さな花をつける木がたくさん見られます。一つ畑というらしいのですが、日本ではその名前にはなんじゃもんじゃというおかしな名前がついているようです。ムリョンワン郡に到着。ムリョンワン郡は朝鮮三国時代の国家の一つ、くだら346年から660年のこととして知られるチュンチョンナムド、コンジュにあるソンサンイコ文群です。フンボの巣は勇ましい動物で守られています。ウネイ王とは、第25代のクダラの王であり、501年に殺害された兄のトンソンワンの後を継ぎ、40歳で即位。62歳になる523年までの23年間、民政の安定と、クダラの国力を伸長し、国際的地位を強化するなど対内外に大きな成果を上げました。フンボからの必需品。フンボ内部の装飾。
今は、墳墓の内部は見ることは、できません。無量安雲の見学は終わりです。不予の訓難時に向かいます。訓難時に到着。訓難時は不予市街の南側にある韓国で初めて作られた人工池。蓮や東屋が風流な雰囲気を演出しています。訓難時見物は終了です。かつての王城の地も今はのどかな田舎町である。ガイドが言う不予は目で見るのではなく心で見る観光地です。昼食はサムパブです。不要、あと三ヶ谷さんのヘイン様で205キロのドライブです。韓国三大王城を訪ねて第一編の終了です。